つ、これはきっといいものになりますね。その頃、関率いる海遊館チームは自由すぎる凄腕テクノロジーを必要不可欠な海遊館をハックできるのか。電波ね。未来トラブルっぽくしてるじゃないですか。そうですね。別に何でもなかったのに。まあ、予想通りってやつね。まあね。でもなんかね、それはやっぱりいりますよね。そういうね、トラブルみたいなやつをちゃんとね、あのこう。まあ、こう期待値の上げ下げがやらないとドラマっていうのは成立しないので、やりましたわけがないとちゃんと面白くない。そうそうそう、あ、大阪市めっちゃ出てきちゃった。海遊館を楽しみながら魚についてより深く学べる大阪な大学の設立、用意されるのは5つのコンテンツ。亀の目線を体験できるバーチャルリアリティ映像や、スマホをかざすと魚の種類を教えてくれる魚認識センサーなど、参加者には学生証として特殊なカードが渡る、ね、実はちょっとね、まずいんですよ、これ。あ、このマークこのマークね、まずいんですよ。なぜなんですか。これを使うために東京都のトゥがやるんですよ。あ、なんでヘルプマークって東京都の税金で作った障害者向けのマークなので、そうそう、なので一応もうこのピカピカカードに貼ることはもう一応許可をもらった、はいはい、でも許可もらったんだけどテレビで使うとかってやっぱり別になっちゃう。ああそうなんだ。まあ普通の写真だったらよかった、ね、そうそうそう、イラストだから、あ、なんか色味がどうとかね、めっちゃうるさい、びっくりした。色見本持っていかなきゃいけない。関西限定だから。今度、京都もこれ配り始める。京都と福岡と札幌かな、なんか始まるから大阪でやってくれるから。困った、見せようかどうしようかちょっと京都の人に何ですかって言われたら、でもまあ、でもまあ多分見なかったことにしますよみたいな感じで言うと思いますよ、それは。ここの部分だけ、まあ、別にね。ちょっと怖い。大丈夫。カードのボタンを押すことでいろんなデバイスを動かすことができるという。そして最後に館内を巡る様子を収めた写真を卒業アルバム動画にしてプレゼントする。果たしてプロジェクトは成功するのか。しかし海遊館チームには重大な弱点があった。メンバーが東京と大阪で真っ二つ、共同作業ができない。次に東西のメンバーが集まるのは本番5日前。これはでも結構、それまでは各担当者が単独でコンテンツ作りを進めることに。谷口さん、顔の動きで操作ができるシューティングゲームやペッパー用のアプリ開発で知られる凄腕のプログラマーだ。この日取り組んでいたのは超広角レンズで撮った反転球の映像を立体感のある VR 画面に変換する作業。お椀に画面を貼り付けるように映像を加工するというが、大体できたかなと。まあこれからちょっとちょこちょこっとこうプログラムをするところはあるんですけど、エンジニアが大体できたってことは、これからやりますね。大体 SDK ダウンロード終わりましたぐらい。環境構築でいきますよ。そういうノリですよ。そうそうそう。今度海遊館に行くときには、まあそれができて。映像をアプリの中にこう入れてしまえば見れるようになると思います。あとは海遊館で映像を撮影するだけ。順調だ。そしてこの日、谷口さんは関さんとヘビ型ロボットの開発会社へ。そのスムーズな動きに2人は驚嘆。本当でもすごいね。これ本当ヘビ型ロボットの生みの親、広瀬教授はヘビが前に進むメカニズムを長年研究。振り子のように体をくねらせることで推進力を増幅させていると推測し、このロボットを開発した。
これを作りながら理屈も分かったと思うんですよ。手口みたいなものを理解するのは、分析だけするんじゃなくて、こう、なんか作り上げちゃう。作っちゃうとよく分かるっていうところがあって。協力体制は得られた。しかし、海遊館の不安はロボットを水槽に入れて水が汚れたり、魚を驚かしたりしないかというもの。果たして本番までに許可を得られるのだろうか。そんな中、東京チームには心強い新メンバー田畑さんが加わった。田畑さんは大阪な大学のハイテク学生賞に使用されるピカピカードの開発者。しかしこのカード、まだ試作段階だったのだ。思い切り見てやる。2月の末に箱に入ったやつくれって言われて、試食不良とかあって何もしないのにパカパカしてたりもするんですけれど、いやいやこっちゃっていう。大阪のメンバーは暗い水族館の中でも明るく映る記念写真と魚認識センサーの開発を進めていた。この日3人はコンテンツの設置場所を決めるため海遊館へ。松本さんが準備している明るい記念写真は、館内にリモートコントロールカメラを2台設置し、1枚は人物、1枚は水槽、それぞれの写真を単体で明るく撮影し、2枚の写真を合成して1枚にする。CM 撮影などでも利用されるクロマキー合成を行う本格的なものだ。魚認識センサー担当の神谷さんは、個人的に難しいなと思ったのは、やっぱりその魚として認識する部分、ちょっと可能性が見えてきたというか。優秀な画像認識エンジンを発見し、なんとか魚を認識させることはできそうだ。しかし種類まで判別できたのは糸巻き絵1種類だけ。さてどうする。そして本番5日前、東京のメンバーと大阪のメンバーが事前に集まれる最後の日だ。まずは亀の VR 映像に使用する反転球動画の撮影。亀の甲羅にカメラを乗せて撮影する予定だったが、この日海遊館からは許可が下りず、ダイバーさんが水槽を撮影してくれることに。これダメだな。カメラをつけてる映像自体を放映されると、すごい、いろいろ反発があるんで。しかしここで問題発覚。全然飛べない、めっちゃ弱い。実は海遊館には利用できる Wi-Fi が常設されておらず、それを事前にチェックしていなかった。インターネットがつながらないとプロジェクトそのものが成立しない危機。テクノロジー集団にとってはまさに盲点だった。本番まであと4日、果たして間に合うのか。本番前日、ここに来て思わぬ成果を上げていたのが魚認識センサーの神谷さん。意外とスムーズにいって、まあ、最終調整かな。糸巻き絵しか判別できないことを逆手に取り、水槽の中から糸巻き絵を探し出すゲームアプリを開発していたのだ。盲点だったネットワークの問題は、10台以上の iPad をインターネットに接続して Wi-Fi 環境を作り出し対処することに。本番直前、チームは底力を見せ始めた。ここで神戸に行くと言い出したのは、ダメ目線の VR 映像を担当している谷口さん。谷口さん、前日に来てこれずっとやってましたね。そうなんです。いい変化ってどこ行ったらいいんだよ。そうそう。そうずっと亀の。亀作ってる。釣りに行く。実は、映像を見るときに乗ってもらう亀の乗り物を作ることを思いついたのだ。準備は夜10時までかけてなんとか終了。しかし、コンテンツを連携させるサーバー作りなど大量の作業を一人で抱え込んでいた関さん。深夜2時を回っても関さんの連絡は延々と続いて、前日最後の最後まで作業されてるわけですけども、松尾さん、やっぱりいろんなトラブルがありますね。そうですね、もうやっぱりアイデアを出すより